よかったです。先輩の作ってくれた練習メニューでカスミンの方の準備もバッチリです。明日はパワーアップしたカスミンを披露できますよ。それにこの歌を聴けばみんなカスミンファンクラブに入りたくなること間違いなしです。うん、間違いなしですよね。そういうわけじゃないですけど、先輩はどう思うかなって。なんか見逃してるところはないですかね。もっともっとカスミファンのみんなが喜んでくれそうなことがあるかも。でも時間がもうないし、とはいえこのままじゃ物足りないって思われてファンクラブに入ろうって思わないかも。ライブが楽しみです。けどその前にやりたいことがあるんです。はい、先輩のためだけにスペシャルライブを開催したいと思います。はあ、先輩ってばやっぱりニブニブなんですね。違いますよ。新曲もそうですけど、ファンクラブのことやホームページのことでいろいろカスミンを助けてくれた先輩にお礼がしたいんです。カスミンの愛情たっぷりの歌で。先輩、見るだけじゃなくてカスミンと一緒に歌ってくださいね。